こんばんは、インリビングです。今日も晩ご飯を作っていきたいと思います。はい、今日はそら豆が特売だったのでそら豆を買ってきました。はい、身が取り出せました。切り込みを入れていきます。はい、じゃあお湯を沸かしていきます。お塩を入れます。じゃあ沸騰したので入れていきます。はい、ザルに開けておきます。はい、あとズボラうどんも作りたいと思います。白だしを2秒くらい、とばかめ、小松菜。ここでうどんをのせます。はい、卵をのせます。はい、お箸で黄身にちょっと穴を開けます。ここにお湯を注ぎます。はい、これで3分チンします。
こんな感じになります。チンする前に黄身に穴を開けないと爆発するので注意です。はい、下にわかめとか小松菜がいます。いただきます。このそら豆の独特な匂いと味がすごく好きです。このズボラうどんは疲れてるけどお腹に優しいものが食べたい時に一番よく作るレシピです。はい、完食しました。ごちそうさまでした。髪が割と伸びてきたのでまた切りに行きたいと思います。最近のあの丸っこい髪型は美容師さんにクレラップのような感じにしてくださいとお願いしていました。またやってみたい髪型が他に見つかったので次はその方向に切ってもらおうと思っています。はい、ということで今回はそら豆といつものズボラうどんを作って食べる動画でした。見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。